はい、こんばんは、島津です。皆さん本日は新しい短編ホラーゲームで遊んでいきたいと思います。タイトルは深夜徘徊といったゲームです。お話としては、なんか行方不明になってた友達から急に連絡が来て、まあ、そこまで向かうっていったお話っぽいです。 もしもしその声、斉藤なのかお前どうしたんだよ、半年も連絡よこさないなんてえ今から公園で会おうってまあ明日は日曜だし会ってもいいよああ、少し準備したら公園に向かうよ じゃあまた後でなお腹がすいたな夜中の1時っぽいね今から公園で会おうっていう話になりましたでお腹がすいたんだけどポテト食える <laughs> <laughs> 食い方がね豪快ですね。 よほどお腹が空いてたんでしょうね。しなしなのポテトを一気に食べましたよ。で、ビールこれ。ビール系え ?4 本も飲んだの <laughs> ?4 本あったよね。500と、えっ、ー、と、換算して2リッター飲みましたよ。2リッターのビールですかね。大ぐらいっぽいね。あれ <laughs> ちょっと待って。なんか雰囲気が違うよ。日本って感じがしないね。こんな、 俺、コンロ見たことないよ、日本で。でも好き。個性的なコンロ。うん。なかなか個性的なコンロがありました。あ、ポテトチップスある。うん。特に、ここら辺は、いいのかね。行く感じもう。じゃあ、行きましょうか。あれ出れないあ、これホールド。は<っ>あ、はっだ。 よいしょ。じゃあ、出るわ。あれ出れないよ。食べたよね。食べるもんは食った、うん。食べるもんは食べたはずなんだけど。あカップ麺次は。違う,うわあ、錆びた包丁が出てきた。めちゃくちゃ錆びてる。意味深な包丁が <laughs>。出てきましたけど、まあ。特にあれも意味ないっぽい。 え、出れないよちょっと待って。何が足りないもう考えられるのはケチャップ舐めるくらいしかないんだけど。でもこれもできないでしょタバコも吸えないしスマホも取れないし。俺？れあれどうすんだよ。出してくれ。出してくれ俺をよこっから。これ荷物持ちながら行く感じ違う。 はいはいはい。ここに直せって、うん、言うのだったみたい。わざわざもうここに直さんでもほっぽり出しとけばいいけどね。はい。えっ、ー、と、出方がわかりました。OK。え、トイレ。なんだろうね。日本っていう感じはしないよね。どっちかっていうと、中国とか、ね、韓国ですかね。あっちの、 アパートって感じがしますね。公園に到着。さて、斎藤はどこだもう公園に来ちゃったよ。公園に行く過程で何かね起きるかと思ったんだけど。斎藤はね、見当たんないね。ちょっと待って。ライトはあれ、ライトあるみたいなこと言ってたんだけど。まだか。 いないいない斎 <laughs> 藤さんおりませんよ皆さんうん外に一回出るいや出れないいやどう見てもいないよね隠れる場所もないしちょっと待ってなんか落ちてるかもなんか落ちてんじゃないベンチの上とかに違う いや、特に何も落ちてないわ。でも出れない。つまり何かがあるっぽいね。斎藤、どこだ出てこい。斎藤。どこに隠れてんだ木の上かいや、いないな。水は飲めない。おおい、いなかったよねえ、これ斎藤 違うよね。斎藤なのかえいたさっき俺ここ見たよ。見たけどいなかった気がするんだけど。お前斎藤なのかどうした似たーってして。斎藤いや、近づくことはできない。うん。ま、あ分かってるんでしょうね。やべえやつだって。ちょっと帰ろっか。 斎藤はいなかった。帰ります。見つからないな。<laughs> ドスルーしてるわ。あいつのこと。待ち合わせ場所は公園のはずだったよな。仕方がない。斎藤に電話するか。閉まった充電が切れてる。そういえば、近くに公衆電話があったはずだ。公衆電話ね。うん。こういった時便利なんですよね。 自分もさ、最近さ、鹿児島の市内に行った時にスマホ忘れちゃって、そう、公衆電話めちゃんこ探したんですよ。で、鹿児島中央駅に1台だけあって、公衆電話。おかげでまあ連絡取れたんですけど、やっぱね、便利な時代でもね、いざって時のために、そうだね、公衆電話の場所はね、みんなもね、押さえてた方がいいよ。基本駅には1台はあるよね、確か、今でも。うん。 あいつドスルーしてるけど、やっぱ何も反応ないのかね。反応ないね。<laughs> こいつをドスルーできるっていうスキルがね、なんかすごく感じます。主人公の。あいつはどうやってもスルーできないよ。えー、っと、じゃあ、公衆電話どこだあれ誰かいるえ警察官 そこの君。はい。こっちに来なさい。いや、行きますよ。警察官には見えないよね <laughs>。おもはりさんですかあなたまあ、ちょっと話しかけましょうか。はい、来ましたよ。警察だって。俺はジーパンを履いた警察官はね、あの、知らないがよ。怪しいよね。警察官じゃないんじゃないちょっと君、少しいいかな。私は警察だ。ほんとか 手帳は手帳見してこんな時間に何をしているんだ友人と会う約束をしているんです。こんな時間にはえ、い、そうです。怪しいな。いや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 、全然全然。どうやら嘘はついてないみたいだな。顔を見たらわかるんだ。あ,ありがとうございます。君は正直な顔をしている。 引き止めて悪かったね。君も知っていると思うが、ここ半年、行方不明者が続出しているんだ。あ、そうなんだ。ということはさっきのやつに斎藤は、あのー、連れて行かれて、で、斎藤になりすまして、主人公をおびき寄せたんですかね。それに最近怪しい男が徘徊しているという通報があってね。もし、怪しい人物を見かけたら連絡してくれ。いたいた公園に。 公園にいたよ。あ、おお独特だったね、立ち去り方が。今言いなさいよ。今言いなさいよ、怪しい奴いたよって。あ、去っていくんじゃないんだ。あ、あそこに移動しただけだ。んあ、去っていくいや、はい、してる。 去ってはいかないね。徘徊してるよ、ひたすら。自分からしたらあなたも怪しいですけどね。<laughs> まあ、行きましょうか。どこにあるって言ってたっけ近くにって言ってただけでしたよね。どこどこにあるとは言ってなかったよね。わあ、いいなこのバイク。俺、こういったデザインマジで好きなんですよ。うん。 最近ね、あの、レトロブームもさらに加速してるっていうなんか印象を受けるから、うん、若い子たちが、そうそうそう、昔ながらの昭和の、なんつうのかな、イベントとか、そういったのによく行くっていうね、あの、ニュース見かけたんですよ。だから、ああいったデザインのバイクが出たら、売れそうな気がするんだけどね、タバコ吸ってる人がいる。お姉さんだ。はい。何ですかジロジロ見ないでよ、気持ち悪い。 冷え化け物後ろ近寄らないで。え後ろおおえ化け物ってどういうこと後ろ見た限りね、いないんだけどね。あのお姉さんには何が見えたんですかね。いないよね、近くにあいつ。うん。はい。まあ、お姉さんは去っていきましたけど、公衆電話ね、引き続き探しましょうか。 あった、これだ。古いな。すぐ、使えるのかこんなボロボロの公衆電話機。使えるあ、ここあれだ。オープニングで出てきた場所だ。ねなんか雰囲気が好きなんですよ。自分。ここの。チキンラーメンだって。昔のパッケージってこんな感じじゃなかったっけチキンラーメン。うん。まあ、多分、 そうだね。昔のに似せたデザインなんでしょうね。えっと、じゃあ電話。電話が繋がらない。あ、待って。後ろあ、こっから聞こえてきてる。ほら、近い。あ、スマホ落ちてるよ。 斎藤のスマホだ。これはおそらく、なんか喋り声が聞こえる。おそらく斎藤のものだろう。いや、怖いな。あああいつがいる。ボックスのとこに。おい、あんた、斎藤に何したんだよ。くそう。向こうに行けない。なぜか。ホールド。はっ あれあっ、おい。んこれをずらすんじゃないのそういったわけではないのか。え、何すんだ、これ向こうに行けないよ。うん。ほら。うーん、どうすんだ。はっ。あまただ。うん。 またセットすんだ。これセットして何の意味があるんですかねは,<っ>はい、セットした。これでいけるいや、いけない。セットしたからといって、ああ、なるほどね。これ、ちゃんと定位置に持っていかないとイベントが進行しないっていう仕様なんだ、もともと。全体的にそういった仕様みたい。まあ、そこがね、分かればね。 うーん。OK、開く開いた開いた開いた。そこさえ分かれば、あのー、どうにか進めますね。追っては来ないね。ひそひそ声は聞こえてくるけど、待って。閉じたね。閉じました。 斉藤のスマ何、ねねま、じゃ何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 じゃ大丈夫後々ね充電すれば斎藤のスマホから何なんか情報が得られるんだと思うんだけどで今不審者が襲ってきたけどどうってことなかったってことは不審者自体は幻ってことですかねこここどこだ え、変な屋敷に来た屋敷じゃない灰置かいや違うな道路に来たあ斎藤じゃない色がある井戸がうん行くか斎藤かお前斎藤斎藤 あ、どっか行くおい斎藤ちょっと待てよ雨降ってきた斎藤えっ、ー、地これなんだ地だ地かここどこだよあ日本家屋か日本家屋に来ました 広いね、なんか思ってるよりかいろりがありますでも斎藤はいない斎藤どこ行ったんだよ開かない開かない奥だ斎藤斎藤どこだ2階開かない開かないあれ行き止まりだよ 斉藤あれあここああ開いてる開いてる開いてる斎藤おるか斎藤はおらん,なんか書物が「えー、家主の日記夜中に誰かが家の周りをうろついている最初はネズミか何かだろうと思っていたがどうやら人みたいだ何やらボソボソとつぶやいている少しうるさいから注意しようかと迷ったが」 一時的なことだとだ思い、無視したボソボソ声っていうのはさっきの仮面の男に酷似してますよね状況的にここはこれだけっぽいいや違う何だこれこれ関係ない関係ないか次はどこだ <laughs> 開かないよね どっか,かいあ空いてる開いてる開いてる開いてるけど暗くて暗くてもうちょっとねルーメンがあればいいんだけど、えー、また日記ありました、えー、一時的なことだと思い気にしていなかったがやつは週に何回か来て時々何か叫んでいるもう我慢の限界だ今度来たらガツンと言ってやるあいたあいた ええー、斎藤が倒れてる斎藤そんな死んでんの斎藤おー待て待て来てる来てるなんか斎藤が死んでるえちょっと待って赤いな何の時計？行きたくねえ 開けんのいや開けることはできない2回か斎藤が死んでました雰囲気がねちょっと変わってますね開いてるかな開いたなんだなんか封印されてる 封印っていうか、まあ、死体袋に入ってるって感じか。包丁だあれこの包丁あれじゃない主人公が持ってたやつじゃない ライトがつかないこいつの正体自分だったってオチもしかしてその不審人物は自分だったってオチですかね襲ってこないもんほらほらえ包丁も取れないライトもつかない行くよ追っても来ないねあなんか喋ってるわ

暗いからね。そう、暗いからより怖かった、今。えー、まあ、斎藤に触れることはでき、できませんね。ついてきてんだったら、ついてきてるよって。言いなさいよ。じゃ、帰ろっか。マジビビったし、今。<laughs> マジビビったし。で、あ、家に戻ってきました。雨の中、必死で走った。うん。 何が起きたのかわからない。とにかくやっと家にたどり着いた。早く警察に、早く警察に連絡しないと。あ、来た。奴はついては来てないね。うん。おぉ バッドエンドトゥルーエンドがあるっぽいよ、みんな。んあんのか、トゥルーエンド。ちょっと待って、見てくる。あ、えっとね、トゥルーエンドあるわ。えっと、どうすんだ、これ。えっと、だから、あそこで、ね、車ってだ、したいっていうのが、あの家の家主ってことですよね。うん。で、その怪しいやつが、 家主を殺した後にそこを拠点にして、そうだね、人をさらって、まあ、殺害していたって感じですかね。道に現れた斎藤は、まあ幽霊ですよね。自分はここにいるよっていうことを知らせたくて現れたってことだと思います。うん。え、トゥルーエンドどうすんだこれ。なんか分岐ありましたかねもう一回やってみましょうか。えっと、なんかあるか。 家屋があるけど中には入んないで。うん。周りをね、見て回りましょう。まずは。あ、どっか、ああ地蔵さんあったみんな。どう触れますね。これっぽいな。この地蔵さんに何かしとけば大丈夫なんじゃない祈りますかはい。 頼みます。奴から、奴から救ってください、お地蔵さん。温かい光に包まれたような気がした。これで、中を探れば、ついてこないんじゃないあいつが。で、いる。どう後ろから来る来てるな。いや、まだついては来てない。あ、みんな、あー、ついてきた。いや 結構早歩きでね、早歩きで来てたんだ。うん。あでも、私は今、地蔵さんのね、カゴがありますから。こいつは途中で振り切れると思います。あ終わった。ね。地蔵さんに守られました。家に帰った後、すぐに警察に通報した。警察があの屋敷を捜査したところ、屋敷に住む高齢男性の遺体が発見された。頭部は 何度も刺されており見るに堪えない状態だったらしいそして斎藤の遺体は見つからなかったああ消えちゃった消えちゃったグッドエンドえー、っと事件から数ヶ月が経ったが私は今でも立ち直れていない夜道を歩いているとあの不気味な男の顔が頭に浮かんでくるあれが何だったのか今でもわからない ということでえ、本日はね、深夜徘徊といった短編ホラーゲームやらせていただきましたけど、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。まあ結局あのね、赤服が何だったのか、どういった存在だったのかっていうのはわかんなかったんだけど、まああのでかい屋敷の家主を殺害したり、あとは、 斎藤を含んだ人々をね、殺めていた存在だったんでしょうね。果たして人だったのか、それとも人外だったのか、ね、それを知る術はありませんでした。シンプルなね、作りのホラーゲームでしたけど、周りのね、そうだね、背景とかも相まって、うん、雰囲気のあるいいホラーゲームだったと思います。はい。 またね、こういった形で何かしらホラーゲーム見つけたら実況していきたいと思うんで、よかったらね、また見に来てやってください。それでは、島津の深夜徘徊になりました。失礼させていただきます。バイバイチャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。